一番重要になったとかね、勉強よりも何よりもとか、なんかすごいこと言うねと思ってね。はい、まああとあれだよね、まあ、岩手はあの浜松文化が高い、うん、あの高いだとかなんとかと言ったりさ、うんうん、はいはい、これひどい話だったな、菅さんの話について言うとね、はいはい、菅総理ね、はい、だったら菅義偉さんね、はい、まあ、あの単位を取るためにあの大学を出たんじゃねえかとかさ、あの教養が低いだとかさ、そういうことを平気で言うんだね、はい、この人はね、今までのこと言ってみるとね。なるほど、まあ、その他にもあれだよね、なんか御殿場はコシヒカリがないしかないとかさ、いろんなこと言うよな本当にな。今までこんだけ言っててよく間で持ってたなと思うけどね、はいはい、やっぱりある一定以上になると、うん、もう批判がすごくなっちゃうのかな。この方もは立派な経歴といえば経歴なんだけどね、はい、でも早稲田出てオックスフォードの PhD で、はい、学者としての研究っていうのはそれほど大した話じゃない。